とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワー今シーズンももう少しとなっております。最後に20周回ってみようと思います。今日も頑張っていきます。それでは、一発目は、良くないな。よろしくありません。ワールウィンドどうだ?このね、両魔王の系は重力いらないんだよね。前はね、俺重力入れてたんだけども、入れないでいいっていうのが分かったね。はい、これは、ダメです。次行きましょう。2発目。もう、怒りは完成してるんだよな。これ以上の怒り何をつけるんだろう。まあね。で、亀は?やっぱり良くないな。怒りか。リフレッシュ。ダイナモ。痛みサイクル。で、そうね。アーティファクトシナジーか。虚無かな。まあ今持ってるやつでなんとかできるんで、カスタムすればいいんでね。まあいりません。次。はい、どうだ。棒はね、良くないよね。前から変わり映えしてないんで、アップデートで別に変わってもないし、使わないかな。影は昔欲しかったけどね、もういらないね。今はちょっとあんまり使い道がないかな。で、ツタアーマーはいいけども、ドクフォーカス、ダメだね。黄金がちょっと微妙かな。どうでしょうか。どうだろう。誕生終焉も今持ってるやつを、気に入らんならカスタムしてもいいんだよね。大体持ってるんだよね。どうだ?グリーンメナスダメ。守護者、おいおいおい。ダメですね。同じ扱い。こっちは?重力が黄金についてれば嬉しい。どうだ?輝き1か。ダメっすね。これじゃあちょっとよろしくない。はい。いやー、これは、でも、ピンクスコーンドレルは、意外といけるのかな?今流行りの連鎖反応3がついてる。嬉しいね。でも、レッドスネークじゃないんだよな。どうなんだろう。爆発を起こすやつが、連鎖反応で強いんだよね。ヒューズショットどうなの?でもまあ、ヒューズショットをまあ、使うにしても、これじゃないわな。3回に1回、最大で出るんで、それこそ冬の指先だよね。ヒューズショット当てればどうなるんだろう。まあ、それもちょっと試してみようかな。おい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 、すごいね。連鎖反応さん、連鎖反応さん。ということは、こっちも連鎖反応さん違うんかい。いらないな。次行きましょう。はい。防具は良くないね。締め具。弱体化されたとはいえ、まだまだいけるやつだからね。黄金が良ければ、採用です。263の最高のやつ俺持ってないんだよね。吸血1いらない。はいはーい。全部良くない。虚無さんか。でもなー、いらないかなー。こっちも、防護さんね。で、ラフ、弱い。弱。はい、ダメかな、今日も。はい、ゴーストキンドラいいね。ゴーストキンドラいいよ。黄金次第、下が結構しょぼいから、ワンチャンある。どう?まあ。だけど俺これ持ってないか?黄金の、防護さん持ってたような気がするな。次、こっちは。シュルカーはね、
あ、まあ、防護1よろしくないね。マブラーズ、よくない。まあまあ、うん、キンドラーは下を変えてもいいかな。まあまあ、ぼちぼちっすね。はい。よくないな。衝撃波1。リフレッシュ1。ああ、いやー、違うんだよね。違うんだよな。いやいや、これはもう重力ハンマーなのよ。はい、今日はあと1回にしとこうかな。はい、では本日ラストで次、明日10周します。長かった、今日は長かった。10周目です。無謀にで、どうせ良くないんだよね。ダメだ、今日は調子が悪いっす。次行きましょう。はい、今日も気合い入れていきましょう。来たー来たー、ハープいいね。今俺ね、263のハープ2つ持ってんだけど、2つともね、黄金が虚無なのよ。虚無はいらん、いいの来て。と、あー、また虚無、もうやめてくれ。ハープ虚無やめろ。あのね、ハープのね、マルチショット、連鎖反応、リフレッシュ、無限。それが来ればいいのよ。来ないね。来ないな。その4つのどれかが黄金についててくれればマジで最高なんだけどね。よろしくないですね。あ、でもまあまあ、いいよ。ハープが最初から出てきてくれて。次行こう。次は、シュルカーマン。なんか昨日もこれ見た気がするな。昨日、シュルカーあったよな。まあまあいいか。どう？あー、防護？なんか防護見るような気がするね。よろしくない、虚無。使わないかな。重力ダメ。この弓こそ強くなればいいんだよな。しだれたツタの弓か。弾が極端に少ないのに、いまいち威力がないっていう。まあ、毒を与えるけども、その毒がやたら強いとか、そういうんだったら使えるけどさ、この弾数でこの弱さはダメだね。これは修正しないと。はい。次行こう。今シーズン1個はいいのが欲しいんだよね。1つはいいのが欲しい。ピグリン、ピグリンはありだ。ピグリンありだよ。爆発3で、これが3、1と来てる。3がついて、しかもいいやつ。下がタンブルビーと、クールダウンついてる。その2つがあるってことは、黄金に、ポーションバリア、もしくは、ヘルスシナジー、デスバーター、雪玉、そのあたりが来れば、当たり、なんか、防護な気がする。防護な気がする。やめろよ。雷フォーカス。なんか、そんな気もした。そんな気もした。いやー、違うかな。違うでしょう。これじゃない。お願いします。いやー、もう見えてるよ。衝撃波1ダメ。旧兵はちょっと欲しいのよ。旧兵欲しい。いいの来いよ。下がサプライズギフトぐらいかな。お、これは、あー、でもなー、よくつく火炎フォーカス、雷フォーカス、ソウルフォーカスがないということは、もちろんそれがついてるよね。ほら、ソウルフォーカス。思ったよ、それがつくって。ソウルフォーカスも、75% になれば、まだ使いようがあるかなと思うんだけどね。未だに 30% だもんね。これなんでだろうね。クリスさんか、でもね、これもいらないかな。次は、おお、重力いいよ。重力いい。重力はいいぞ。下には、別にいいやつはついてないかもしんない。虚無ぐらい？では、
上には何が当たった当たった来た最強のハンマーできる。リフレッシュがついてるでしょ。で、下に、何つけるかな、虚無と、ぴょんぴょんしないで戦うタイプだろうからね。だから虚無、クリティカル、追い打ちか、雷かな。あ、これは強い、強いと思うよ。おお、当たった。当たりが来た。んで、レイピアはもうね、理想系を持ってるので、もちろんいりません。ファイアブランドもいらないね。オッケー。重力。これ結構欲しかったんで、嬉しいっすね。はい。あー、これは良くないな。でもまあまあ、いいのがね、出てきてくれたから、気は楽になったな。あー、連鎖にいりません。フレイルいらない。フレイル使うんだったら俺普通のノーマルメイスの方がいいと思うんだよな。まあメイス系なら太陽の愛だろうね。でも攻撃力がね、メイス系すんごい上がってんのよ。前確かね70何万から12、3万だったのよね。ダメージが120万か、それが最大193万ダメージ出るようになってるんで、使ったら強くないかな。おー。あ、あと、攻撃スピードも若干上がってる。うん。メイス系はね、結構強くなったっぽいんだよな。まあ、まだ実際使ってないけどね。今度使ってみます。はい。あ、これは良くないですね。はい。全然ダメです。はいはい。あー、ベールとか、これのあの、コモンのやつとか、出るよね、なんかね。出るよな。でも使わないでしょう。いや。ソーブレードね、まだ未だに強いけど、もう理想系を持ってるんでいりません。し、今の理想系をちょっとカスタムするっていうのも手だしね。いらないですね。はい。あ、ミステリー。ミス、ミステリーは、欲しいんだけどな。でも、ミステリー厳選ほど難しいのはない。重力、重力つけば使えるね。でも、ラストラフいらないかな。登山、ミステリーは、ダメ。全然ダメだ。ミステリーもね、ミステリーエンチャントを変更できればいいけどね、それも無理だよな。黄金スキルは本当にね、エンチャントスミスでなんとかしてほしいな。黄金スキルさえなんとかなればね、もうタワー、あんまり回らなくてよくなるんだよね。はい。まあまあ次、ラストです。頑張ろう。ラスト、おー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 おおお下に、連鎖反応がついてる。え、ちょっと待って、これは、黄金で、つく可能性あるな。うん。バーストボーストリングも、クールダウンショットもついてない。あ、まあまあ、もう完成形はあるんだよね。あ、でも、251か、俺が持ってるのは。263欲しいよ。どう？あー、クリティ 1! ダメ！イカはまあもういらない。爆縮も欲しい。爆縮欲しいよ。下には連鎖反応がある。リフレッシュも一緒についてるか。これはあんまり期待できないかな。どう？テンポセフトか。いらないかな。まあまあ、使えなくはないけども。まあ一応、取っとくか。はい。今日も20周、やりましたけども、やっぱ長いね、長い。本当に、ショートカットか、持ち込みバグ、あれ、戻してください。なんとかしてください、本当に。はい、まあまあ、今日はね、結構欲しかった重力ハンマーが出たので、良かったです。はい、また頑張っていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。